のない衝撃波に絞ったものとはいえ、格闘戦に爆弾を使うとは水凶だ。ですが、腕のダメージでまともに投げられないようでは脅威にはなりえませんね。あらあら、大口を叩いた割にたわいない。100倍にするとかなんとか、もう立つこともできませんか。さすがにもう巻き込まれないわよね。結局立ち上がらないのも伏せてる方が安全だからってわけよ。一斉起爆！いつの間にこんな大量に。黒毛をおとりにしている間に仕込みを。爆炎に紛れるつもりでしょうが、この程度で私の鼻からは逃れられません。この状況はむしろこちらに有利。酸欠？サーモバリックを使用している。これが狙いですか。ですが爪が甘い。密閉空間でこそ意味のあること。あなたが割った窓から空気が流れ込んでますよ。ハテブラー。